アシュレディオ。さあ、さあ無事に始まりました。無事に始まりました。アシュレディオ。ああ、お腹が空きましたね。まだ朝だけど。朝は何食ってます？朝はパンって言ってますね、松下君がね。ああ、まあ彼女は言ってますね。言ってますね。ただ僕は朝何食ってるかな。土日は大体パンです。へえ。それこそホットサンドしたりとか。へえ。ホットサンドやる人いるんですね。やっちゃいたいんですよね。え、あっち系いきますか。あのワッフルとか家で作ります。わあ、そっちまだ手出してないですね。ホットケーキとフレンチトーストまでしかやってないです。え、フレンチトーストって何のことをフレンチトーストと言ってます。フレンチなトーストはですね、我が家のフレンチなトーストは食パンに、食パン耳落として、はい、卵と牛乳と、はい、うちは、まあ、砂糖ちょっとと、はい、あとバニラエッセンス入れるんですよ、うちは。へそれで焼いたらもう、それフライパンで焼くんですか。はい、バターで超弱火蓋して、へえ、そうするとめっちゃしっとりふわふわな、もう店っていうぐらいの家なんですけど、でちょっと焦がしめの、はい、若干焦げ目をつけて。なるほど、それ最高です。そう、え、な、何をフレンチトーストは、え、何を想像される。いや、フレンチトーストってなんか家によってというか場所によって違う。ああ、ちょっと違いますね。定義が広すぎないですか。ああ、で、なんならその朝の朝ごはん食べないです、僕。うん、ですよね。生まれた時から。うん。だいぶ前から。どういう家庭だったんですか？だいぶ前から。うん。小学生ぐらいまでかな。幼稚園の時とかは食べてて。もちろんもちろん。大きくなりなさいみたいなね。子供に飯を食わすのは家ってどうなんだってなっちゃうんですよね。うん、いや、高校、まあ中学、高校ぐらいから、高校からだから食ってないかな、朝飯を。あ、マジっすか。だから朝は飯を食うって習慣が、いまだに食ってないです。え、でも朝って、朝のその慶応高校とかでアメフトやってたじゃないですか。はい。で、朝練とかなかったんですか？ないですよ。あ、ないんだ。朝練とかないんだ。え、朝練とか。朝練ないですね。なんで朝練やるんですか？朝練ってなんでやるんですかあれ。え、授業の前に朝6時とかに校庭集合して、はい、うちは別に2位だったんですけど、はい、ちょっと暗い中、友達というか一緒にやって、で朝練終わって、なんかみんなが登校してくるときに、なんか朝飯を食ってるっていうのが、なんか、言うですね。そうそうそう。俺たちはもう一試合やってんぜ、みたいな。なかなか目標設定が低い。まあやってもいいんじゃないですかね。朝練とかなかったんですか？なかったですね、今まで人生で一回。中学の野球部で一瞬あったかな。僕4月に入学して5月に野球部辞めたんだけど、わかんないですけど。早っ。受験だから。うん。でも朝飯食わないですよ。だからその、あのホットケーキとか、うん、みんな朝から食うじゃないですか、うん、もうめちゃめちゃ具合が悪かったしょうがないですだから僕とたまにパンケーキとか食いくと、あれおかしくなりますね。おかしくなりますあ、そうなんだ。朝からいろいろ体に反応しやすいんですよね。でも朝食わないと昼までにめっちゃ減りません？めっちゃ減ります。だから逆にいいのか。じゃあ1日2食ぐらいってこと？あー、だ学生の時は11時ぐらいの飯になります。うん、10時半とか11時ぐらいに、なんか飯食って、昼も食って、練習して、夜食って。うん、めっちゃ食ってる。だから朝、だからその、朝家で飯を食うってことはないです。どうなんだろう、和食の人が多いのかな。ご飯派、パン派ってあると思う。でも一人暮らししたら米を炊くってのは結構めんどくさいんじゃないですか。かなりめんどくさいですね。でも僕一人暮らししてた時、米結構炊いて、あの小分けして冷凍してましたね。なるほど。そんなでも豆のやつあんまいないですけど、多分。ワッフルは17歳の時にそのワールドカップの前座みたいなやつでアメリカ行って、アメリカのホテルがなんかその朝食付きみたいな、朝食付きって言ってもなんかあのホテルのレセプションのなんかバーカウンターみたいなところにパンが無造作に置いてあるだけなんですけど、それをひたすら食いましたけどね、うまくて。その時になんかそのなんかワッフルマシーンみたいなのがあって、そこになんかこの横にあるなんか小麦粉のソースみたいなのをワッフルの中に入れてなんか買ってやっていいよみたいな、それめちゃめちゃうまい。へぇー。でもあれ食い始めたらもう終わんなくないですかあれ。止まんないよね。はい、確かに。ワッフルね、はい、ワッフルあんま食わない。おかわりってどこで終わっていいか分かんないですよね。いや、お腹いっぱいになった。いや、一生食えるんで。お腹いっぱいになる定義が違いますもんね。いや、お腹いっぱいになりますよ。うん、お腹いっぱいになっても一生食えるんですよ。わかんない。え、もう食えないってならないですか？ならないです
だからどちらかというと飯をやめるときはあの時間切れみたいな、いや違う違う時間切れじゃなくてこれ以上食べるとちょっと行儀が悪いんじゃないかっていう倫理観でやめます、ま、これ多分めっちゃ共感してるあの太ってる人すごい多いと思いますあこれ以上おかわりしたらっていう、はい、倫理でやめます。うーんだから定食屋行っても定食を2つ頼む、これはちょっと倫理的に、うんうん、でも2つ食べれば全然食えます。うんうんうん、すげえマジか、うん、共感してらっしゃる方、共感してらっしゃる方は多分 10% ぐらいだと思います。そうだから、うん、あのどうしてでかくなりたいんですけど、うん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 、だからもう食えよしか言えないです。うーん、ああ食って筋トレしたらいいっていう、いや別に筋トレしなくても食ったらでかくなりますよ。うん確かに。まあそんな朝ごはんの話はさておき、朝ごはんね、お腹すいてきました。お腹すいて、みんな何食べてるんだろう。いつもアシュレイで楽しく会長しております。いて質問です。アシュナさんは最近イラッとしたことありますか？それはどんなことですか？またその際にはどのような対処をしますか？部署にいる40手前の男性がいわゆるマウンティングおじさん、うん、ミーティングでは声を荒げ、関わる人々にマウンティング攻撃をしまくり、全体メールでは人の成果を横取りし、あたかも自分がやりましたかのような報告をしたり、細かいマウンティングの話にみんなイライラしていますと。自分としてはこのような人と同じレベルにしかいられない実力不足を実感しつつも、部署内の空気を乱している人にどうして合わせていかないといけないんだと憤りを感じております。ダメだとは分かっていても一度ぶち切れたいと思ってしまいますと。レベルの質問、レベルの低い質問ですがよろしくお願いします。なるほど、うん、まずですね、レベルの低い人とあの、うん、に対して一番やっちゃいけないことは戦っちゃいけないんですよ。同じ土俵に乗っちゃいけないっていうか、うん、でやっぱ それはすごく高度なコミュニケーションで、うん、一番大事なのはあの笑いに変えなくちゃいけないんですよ。ほう、笑いに、はい、難しい、いや難しいですよね。それ以外の解決策はないです。それ以外の円滑にその職場環境を良くする方法はないですね。もっとそのマネジメントレベルになればじゃあ評価制度を変える、うんうん、っていうこととかはできるかもしれないですけど、多分おそらくその人は評価制度を変えるっていう権力まだ持ってないんですよ、うん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 、って言ったらもう現場レベルからしたら笑いに変えるってことしかないです。だからいじるってことです、うん、ああそのマウンティングおじさんをね、はい、あでもいきなりあマウンティングおじさんっていうことにはいけないじゃないですか、うん、そうですね。でそれがこうちょっとずつ笑いになるように、うん、例えばなんか会社の出し物とか、 なんか会社の飲み会とかイベントがあるんだったら、うん、なんか漫才とかやらせてもらって、うん、いやこんな人がいたんですよ、それ松島さんじゃないですかっていう、松島さんとそのマウンティングさんとか、うん、だとしたらね、うん、みたいなことをこう、うんうんうん、やるとか、うんうんうん、はいはいはい、そんな人います松島さん以外に、うん、はいはいはい、周りが笑える雰囲気なのか分かんないですけど、うんうんうん、いやそれめっちゃ大事っすね、うん、笑っていいのかなどうなのかなっていう、そうそうそう、あでやっぱそのコミュニケーション能力が高くなってくると一人であのいじるっていうか、いじるっていうのはすごく、うん、あのリスペクトとか信頼とかすごく難しいんですよ。普通の人はほとんどやらない方がいいですよ、やっぱり。なんか地雷踏んじゃいそうっすよね、はい、結構そのいじるっていうことが面白くない人も結構いるんで、あただバカにしてるみたいな、そう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 、あ、まあ、それそうっすね、さじ加減が、いじるっていうのはすごく難しいと思います。あだっていじられた方が嫌な気分しちゃったら、うん、ダメですもんね。そう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 、なんかすごく体の身体的なことを、そう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 、うん、あなたに言われるんだったらこの人たちには笑われるんだったらいいやっていう精神的な安全があったりとか、うん、うん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 、そのいじる人との信頼がなかったりすると、うん、ただのなんか変なやつになるんで、いやその信頼ですよねやっぱ結局、うん、そうそうそう、うん、ってことはじゃあ信頼からまず作っていく必要があるんですよ。いやそうなんですよ、このマウンティングおじさんは。そうなんです、そうなんです。でもマウンティングおじさんと信頼を築くつもりもないじゃないですか。うん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 、それは周りを味方につけるしかないですよ。うん、なんでそういうこと言うんですか先輩っていうのをずっと大きな声で言い続けるじゃないですか。いじめないでくださいよって言ったらみんながあまたなんかいじめてるんだっていうことをクスクスしてくるんですよ。じゃあブチ切れちゃいけないんだ。ん？戦っちゃいけないから、そのブチ切れたりしちゃいけないんだ。そうそう、で、そういう人はなんかこう
メールでこっそり、おい、ちょっとお前今から喫煙所に来いとかってこうメールが来るわけですよ。でそれ、そのリアクションもすごく大事で、うわー、松島かおさんから喫煙所呼ばれたー、松島さん行きましょう何ですかぐらいできたらいいですけど、最高それそれだってみんな見たいじゃないですか、うんうんうん、それ最高、うわー、松島さん呼ばれたなー、ね、松島さん行きましょう何ですか、説教ですかそれなかなかできねえっていうぐらいやっぱ技術高いですよ、いじるって。それできたらすごいな。それ余計松島さんも怒りそうだけどいじる技術ぜひちょっと皆さんあれしていただいて、ちょっともう一個質問来ております、女性の方から質問来てます。ほう、珍しい珍しい。安田さん、吉岡さん、おはようございます。26歳会社員女性です。いつもアッシュレイディを聞かせていただいておりますと、去年自分を高めたいと思い事務職から営業職に転職しました。ご質問させていただきますと、社内で自分の話をするのが苦手で壁を作りがちなのですが、そうすると相手に心を開いていないように見えてそうですと。またとにかく雑談も苦手ですと。上司との会話をする上で、気張らずに話せるようになるためにはどうしたらいいのでしょうか。ちなみに社外や仲のいい友人には自分の話ができるのですが…点点点。社内で話せないのはなぜでしょうか。何かアドバイスいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。なるほど。うん、まあ一番大事なリアクションですね。リアクション、リアクションが一番大事です。人間関係っていうのは、おーほう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 、もう何を言われてもって言ってけばいいんですよこれ何言われてもね、何言われてもちょっと例えばこうちょっと今日飯行かない、いいんですかっていうだけでもう人間関係よ間違いないね、はい、間違いないね。そうなんですよ。確かにリアクションって本当に喜ばせられますから。いや、そうなんですよマジで。本当にそうなんです。うん、何食っても、って言っておけばいいんですよ。うんうん、うまっつってね、はい、いや、そうですね。ああ、それで人間関係を円滑にしとけば自分の話ができるようになる。そう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 。みんながそこをちょっと勘違いしてるかもしれないですね。勘違いというと、だから東大生が一番勘違いするみたいな話じゃないですか。なんかその能力があったら認められるんじゃなくて、人間関係があったら認められて、そこでやっと能力が証明できるんですよ。はあ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 。人間関係が良くないとこで能力を証明しようとしても、あいつうぜえやつみたいになっちゃう。そう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 。あ、仕事はできるかもしんないけど、それは仕事ができないですってことになっちゃうんだね、はい、頭がいいだけの人です。頭がいいのに仕事できない人になっちゃうんですよ。めっちゃもったいないですね、はい。あ、だからまずはあの第一声のリアクションというのを、ぜひ磨いていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。